26日天皇賞、春2日前調整、立東トレセン。古豪復活、そして悲願成就へ。3年連続2着のディープボンドが15回目の g 1挑戦で悲願の g 1タイトルを狙う。金層は苦戦が続くが、今週の追い切りは好調時の動きそのもの。7歳でも得意の京都なら一発があっても不思議ではない。26日は立党 E でゲート確認の後、 P コースを流して調整された年齢を感じさせないはつらつとした動きで大一番への万全の仕上がりをアピールした。谷口助手も順調ですね、上積みがある状態で臨めるので楽しみですと期待する。昨週の G1 は連続2桁着順で、年明け初戦の阪神大翔天も7着。それでも同助手は、去年の暮れはなかなか疲れが抜けず、 前走も苦手な瞬発力勝負でしたからと敗因を分析。その上でもともと使って良くなる馬、攻め馬はいい頃の感じですし、去年と比べても遜色ないと思いますと巻き返しに自信をにじませる。京都は京都新聞杯 V や昨年の天皇賞、春2脚など、2122の安定感。同助手も京都の後押しがあるはず。 と2度の坂越えがあるタフな淀の長丁場を歓迎するこれまで G1 では2着4回経験豊富な絆産高いシルバーコレクターの称号を返上する時が来た